私は小日向虹香。大人っぽく見られちゃうけど、まだ小学6年生。あ、あれ見て、トウヤくんのポスター。デビューしたばかりなのにすっごいよね、一ノ瀬トウヤくん。たちまち超人気俳優だもん。トウヤくんね、14歳なんだって。あんなお兄ちゃんがいたらな。トウヤくんみたいな王子様と一緒に暮らしてみたい。みんな分かってないな。おかえり、虹香。ただいま。トウヤくん、北海道から出てきてパパの芸能プロダクションに所属してるの。実はトウヤくんはうちに同居してるんだよね。でもみんなには言えない。さあ虹香、今日こそは食べてもらうぞ。虹香の好き嫌いがなくなるように俺が腕によりをかけて作ったピーマン料理。ピーマン食えねえなんて、やっぱまだまだ子供だな。うわー悔しい。食べればいいんでしょ。トウヤくんは絶対王子様なんかじゃないから。ただいま。パパ、悪いねトウヤくん、食事の支度まで。いえ、料理をするのは好きですから。それに社長の家に置いていただいてるんですから、これくらい。こんばんは、情報カフェの時間です。もうすぐ新人女優を発掘するオーディション第2の藤宮沙織を探せが開催されます。このオーディションパパの事務所も協賛してるんだよ。藤宮沙織さんは5歳で子役デビューしてから多くのテレビドラマや映画に出演しましたが、16歳で引退。その後若くして亡くなりました。応募条件は16歳以上の女子であること。テレビの前の皆さん、16歳だから残念ながら虹香は応募できないけどね。私芸能界には興味ないから。ごちそうさま。なんだよ虹香のやつ。虹香は芸能界を避けてるからね。え、カービー、小さい頃はママみたいな女優になりたいと思っていろんなことを習ってた。虹香、女優さんは演技でみんなの心を動かして幸せにできる素敵なお仕事なのよ。うん、虹香大きくなったら女優さんになってママと共演する。その夢はもう叶わない。だからもう女優を目指すなんて意味がないと思ってた。コピー。でもママが大好きだった女優という仕事、ママの分まで私頑張りたい。みんな大人っぽい。書類審査ではなんとかごまかせたみたいだけど、私16歳に見えるかな。ママの名前がついたオーディション、私やっぱり受かりたい。それでは書類審査に残った10名にはこの舞台で実際にお芝居をしていただきます。そして相手役を務めてくれるのは人気上昇中の俳優一ノ瀬トウヤくん。候補者の皆さんには大富豪のお嬢様さや役を、トウヤくんにはお嬢様の執事蓮役を演じてもらいます。二人は身分違いの恋をしているという設定です。許されないからこそ燃える、そんな恋心を表現してもらいます。お嬢様役なんて私できない。しかもトウヤくんと恋人。セリフはモニターに表示されます。それでは一番の方からステージに上がってください。次は10番小日向虹香さん。虹香応募してたのか。どんな演技すればいいの。虹香、とにかくセリフを読め。そうだよね、とにかく始めないと。レイさんは、わ私
嬢様よ。セリフは棒読みだし。どうしよう、大失敗。お嬢様、許されるなら今すぐあなたの手を取って全てを奪ってしまいたい。素敵。桃矢くん、すごい。レンになりきってみんなを演技に引き込んでる。しっかりしろ、ニジカ。私にもできるはず。私はママの娘なんだから。私は今小日向ニジカじゃない。サヤ、あの子急にお嬢様オーラ出た気がするんだけど。小さい時に女優になるためにやった習い事の一つ。まだ腕が覚えてるかな。と一緒にどこまでもついていきたい。なんかあの子演技じゃないみたい。うん、サヤの表情すごく切なくなっちゃう。サヤ。そんなサヤだから好きになったんだ。素敵。トウヤくん、アトリブで演技つけただけだったのか。トウヤくん絶対私のことからかってる。でもさすがだな。一気にドラマの雰囲気を変えてみんなを飽きさせない。なんだか私も演じることがすっごく楽しい。ニジカ、危ない。危なかった。すごい。何、今のは演出？でもあんなお嬢様いないよね。どうしよう、私お嬢様の役ってこと忘れてた。一体どうしたら。あー、嫌ですわ。私ったらついつい新体操日本一の実力が出てしまいましたわ。レンにも危ないことは止められているのに。アクシデントがあったにもかかわらず堂々と演技を続けてる。そう、私は今サヤ、大好きな人がいて精一杯恋をしている。その気持ちをみんなにも伝えたい。レン、私もレンが好き。サヤ、おいで。私今嬉しくて楽しくて胸がドキドキして、演じるのがすごく楽しい。私の演技でみんながこんなに喜んでくれるなんて。ママの言葉今ならすごくわかる。私ママと同じ女優になりたい。もっともっと演技がしたい。それでは審査結果を発表します。見事オーディションに合格したのは満場一致で10番小日向虹香さん。おめでとう。ありがとう。でもどうする気だ。16歳だってごまかして応募したんだろ。これから虹香はずっと16歳のふりしなきゃいけないんだぞ。そうだった。おはよう。って、おはよう虹香。昨日のオーディション見たよ。合格おめでとう。みんな、お願いがあるんだけど。分かってるよ。ニジカがまだ12歳の小学生だってことは誰にも言わないよ。約束する。秘密は守るから。みんなだから頑張って。うん。おめでとうニジカ。
自分で決めたことだ。頑張りなさい。早速 CM の仕事が来たよ。パパもみんなも応援してくれてるんだ。頑張らなきゃ。わあ、綺麗な虹。私はキラキラ輝くあの虹みたいに夢を叶えるんだ。闇を恐れ光を隠し、今はダメだと